量は最低限必要だよと。質が高くない状態でやって、このまま続けてて稼げるのかなみたいな。うん、はい、どうもこんにちは、そこゆきです。こんにちは、あおです。今回はですね、永久のテーマ、質と量どっちが大事なのかっていうお話をしていきたいかなというふうに思います。あおさん、どっち派ですか？私、量派です。どっち派ですか？これね、毎回聞かれるんですよ。曖昧なのダメです。どっちか。マジ？ 0、100 なら、量かなと思うんだけど。ああ、そうなんですね。でも、まあ、むずいよね。というのも、量っていうのは、ベクトルでいう長さ的なもんだと思ってて、質っていうのはベクトルでいう角度だと思ってるんだよ。例えばさ、このパソコンがあって、ここが、スタート地点ですと。ここまで行けばゴールですっていう風に考えるとするじゃないですか。ここの長さが10だとした時に、もし90度離れたところにこう行ってたら、一生座標でいうここにはたどり着かないわけですよ。ここまで行ったら OK みたいなね。はい、ここからスタートして。質が高くて量が少ない人っていうのは、こういう動きをする人なのね。ちょっと質がずれてる人っていうのは、こういう動きをするわけよ。でもここまではたどり着くじゃん。ああ、はい。でも、ここってさ、ルート2倍必要なきゃ出てるから。痛い。あ、そう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 。はい、90度ずれてるともう壊滅的だよね。だから、大事なのは、45度以下のブレーキを維持したまま、適度な努力量をする。最短でやる人のルート2倍ぐらい、まあ、1.4 倍ぐらいの努力量を頑張りながら、角度はずらさないように45度ぐらいのズレにする。が最適解だと思ってます。どう？私、その説明でうまく言えるかわかんないですけど、うん、その方向を45度以内に収めるために、最初90度に進んだ方がいいよねって思っちゃう。一旦やってみると分かんないよね。そうですそうです。量をこなすことによって質が高いかどうかが判明するんです。うん、なので最初量をやらなきゃ質が高いかもわからない。うん、だから分からないうちに質か量かっていう議論をしているのがずれてる。ここへ行って初めてゴールの座標が分かる。こっち行くのが正しいんだっていうのが分かるわけね。はいはいはい、確かに。それで言うと僕ね、最初から結構コンテンツ買っちゃったりとかスクール買っちゃったりとかするんで、はい、課金派ですね。そうなんですよ。だからある程度方向性をちゃんと見て進めたい人なのね。これはね、人の好みによると思うんだけど、僕は割とこの角度が正しいっていうのを知ってる人に、ねえ、どっちが正しいの？聞いて、ここの方向を教えてもらえなかったとしても、こっからこの45度範囲ぐらいで進んでいけば、死ぬほど努力しなくても比較的現実的な範囲でここの座標まで届けるよみたいな感じの状況を作るのが結構好きかもしれないですね。それをするお金がなかった時はやっぱり結構ブログ記事書いてました。最初とかはブログ記事100記事書いて、あれみたいな、全然稼げねえぞみたいな感じになって、はい、で、そこから、あ、こういう方向性で行くのねっていう風になったわけですよ。まあ、2年ぐらいブログ記事書いてたんだけど、全然稼げなかったっていうのがあるから、やっぱある程度の質、これが正しいか正しくないか分かる状態までは、課金の力で持っていって、量で頑張るっていうのが、割と僕の中では、正義になってきます。というのも、やっぱさ、正しい方向に進んでって実感がないと量できないよねっていうのが人間の差がだと思うんですよ。あおちゃんが言ってるのは分かります。量をやることでしか質が高い低いっていうのを判断できないし、質も高まっていかないよね。はい、その理論も分かるし、僕は質が高くない状態でやって、このまま続けてて稼げるのかなみたいな。ゴミみたいなインスタ投稿を100記事やったところで稼げないじゃないですか。はい、でも、ある程度方向性が合ってれば最初の投稿から保存率は高かったりとか、まだ見てくれる人は少ないけど、いいね率は高いよねみたいな。それって質が高いから方向性は合ってるなって確信できるわけじゃないですか。でも、100投稿してようやく、この質のいい投稿できてきたかもってなるのって、時間もったいないなっていうふうに思うから、やっぱりいいね率が低い状態とかって続けられないわけですよ。YouTube もこれが5再生、10再生とかだったら結構きついよねっていう。だから、こういうふうにやるのがセオリーだよみたいなのだけは僕は最初に割と勉強していく派かな。でも、質量どっちか、0、100って言われたらやんなきゃ進まないんで、はい、量かなって答えるんですけど、どっちもいい感じにバランスよくできるんだったら、質、6、量、4とか、それぐらいで、その質のところは最初課金でブーストするみたいなのを選択するかなというふうに思いました。はいはい、私逆に、方向が正しいかどうか分からないと続けられないとおっしゃったと思うんですけど、うん、続けちゃったら、もうこれで成功するしかないみたいな、参加コストがすごいかかって、めちゃめちゃ頑張ります。僕参加コストないんですよね。全然、結構今まで頑張ってきたけど、これ無理じゃねって思ったら、1日とかで全然切れる。でも、ちょっとでも稼げたらやめれないわ。参加コストって結構余計な感覚だなっていうふうに思ってて、だって、それを撤退して新規で別のことやった方が稼げちゃう可能性があるわけで、うまくいってない時はこれが今の自分の知識で新規で参入するとなってもやりたいことかみたいなので選ぶかもしれない。例えば今ブレインってプラットフォームやってるけど、ブレインもう一回作るかって言われたら多分作るじゃん。今からでも当時の状況でライバルがいなくて今作るって言ったら多分作るって選択をするわけですよ。逆にうまくいってない事業とかで今からやるって言われたらやらないって選択を取るんだったら今からでもやめた方がいいよねっていう、じゃないとどんどん労力コスト時間かかっていっちゃってマイナスが膨れ上がっちゃうんで、でみんなそう
だと思うんだよね。稼げないものって続けられないと思うんだよね。だって周り見ててもさ、稼げてない人が続けられてなくない？確かにそうかもしれない、うん、稼げてる人は続けるんよ。か稼ぎきって飽きちゃってやめるか、半端なのはいないよね。ちょっと稼ぎ出せたけどもうやめますみたいな人いないので、うん、僕らの結論としては量は最低限必要だよと。そこが結局才能なくても他と差をつけられるとか、量をやっていく上で質を高めていくか、最初に課金で質を高めていくかって違いであって、まあ量はお互い、まあ、いるよね。最近だと割とさ、こういう風にやったら伸びるよとか、無料でも結構出てたりとか、それこそ本でもさ、どんどんいろんな本出てるじゃん。で、無料の情報が多くなったから、本の情報って質高くなったと思うんだよね、最近。無料のウェブサイトでこんだけ書かれてたらさ、10年前のマーケティングの本とか読むより、最近出てるマーケティングの本読む方が濃いからね。やっぱり全然濃いって思うから、だから今始める人とかは、情報っていう面では、恵まれた場所にいるなっていうところと、あとやっぱこういう発信者も増えてきてるわけじゃないですか。はい、もう10年前とか、ワードプレスの入れ方調べるのだけで一苦労よ。全然ワードプレス入んないじゃんみたいな。はいはい。私ワードプレス3時間とかだった。やばすぎるでしょ。3日とかかかったよ。はい、図の通りやっていくだけでしょ。もう図が入ったブログ記事とかなかったからね。そうなんですか。もう今やスクショに赤四角で。超わかりやすく。本当に矢印がちゃんと入ってるね。はいはい、いうぐらいやっぱ恵まれてきてるし、今だったらね、動画編集もできるし、いろいろやれることって増えてきてるんで、一旦質か量かって迷ってるんだったら、本当に何もないんだったらちょっとやってみたらいいと思います。あ、面白いなーっていうふうに思ったら、ちょっと勉強してみて質を高めながら、また量をこなして、質高めて量をこなしてっていうループを踏んでいってもらったらいいんじゃないかなと思います。最近ちなみに青ちゃんはどんなこと量をこなしました？本読みました。最近何量をこなしました？ポーカーめっちゃね、量をこなしてるかもしれない。わざわざ海外まで行ってね。だいぶ上手くなったくない？この半年間で頑張って世界一取って10億円稼ぐわ。じゃあ、そんな感じで、普段はどういうふうに売上立てるのとか、どういうふうに利益上げるのっていうビジネス的な話を概要欄の LINE マガジンの方でやってるんで、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ということで、今回は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。